はい、ということで行きましょうか。今回は鉄板、荷物が重いって。さあ、今回は誰とポッドすればいいかな。前回九州まで行ったんですよね。九州から見てみるのか。ゆっくりゆっくり待ってね。できんばい。だってバトルできないなんて。勝負、わし勝負したい。大ボケがかわいぼややないか。今忙しいんだ、バカってるが。俺と走んねえか。ついにここで関越で。これは元ドレスアップ者、かっこよくなるぜ。ありがとう。じゃあこの人ですね、石井さんですね。俺と走んねえかっつってね、さ、それを勝負だっていうふうに解釈するっていうね。まあそんなもんか。ね、さあ行きましょう。また夜か。昼間のレースがいいな。まだルールがあんまよく分かってないよ。メーターの上の真ん中の黄色いやつなんだよ。下の S ってやつが設置するんだけど。コース覚えた方がいいのかな。最初線入った、いける。出てくんないね、抜けないね。早いね、抜けない、早い。よし、行ける。よし、走ってきた。やっぱ一般車はスイッチに行かないよね。でもすごい速くなってる、すんごい一般車っていう感じで、レーダーを見て余裕が出てきました。ちょうど真ん中ら辺ですね。メーターは今何、右側なんかその走ってるスタートがゴールまでのメーターだけど、それもちょっと半分だったとか、結構ギリギリですね、このペースだったら。結構前半ね、マイクの前に近かったから、なんだっけ、名前忘れた。今戦ってる人のね、やっぱこの車に近かったから、それがない分ハイスピードハイペースでいけるんじゃないかと思うんですけどね。向かえない限りは。ちょっと待ってね、ちょっと待って。怖っ、怖い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 、運転怖いな。すいません、怖いな。どこ走ってんだって言ってもさ、全然なんか避けてないんだ。うわうわうわ、こうか、こう走るの。うわ、ぶつけた。残り30秒、さあ、いけるか。これできるのか、これ。やば、もう行けるかも、普通に。いやー、負けた。まあ、着いたから行くか。全然なってないぜ。ともらえないのポイントを勝たないと。地獄かよ。勝ちました。はい、勝たないと先進めないらしいですね。きついですね。やっぱ負けても先進むゲームってのはいいですよね。全敗とかじゃなくてさ、なんかある程度負けてもなんかその後ストーリーがある方が僕は好きだったりするんだけど、もう一回はね、ことにしようね。結構やるでしょ。また 1000BP なんだ。1000目なんか1600ぐらいもらいましたよね。なんでだろうな、少なくないかな。まあいいや、じゃあ買い足すか。
何やろうかな今回は。迷うな。ペイントいくか。上、横、後ろ全部やってみるか。さすがにそれは金がないか。なんだかんだ打ってないでしょ。ハンドル、マフラーいくか。音聞けるんだよね。うるさいね、やっぱね。これも？もっとうるさいね。うるさいね、この音もね。でも、低いやつがいい。あ、これもうるさいな。あ、これ切るか。まあ、こんなもんじゃねえか、大体。これだな、これ買おう。かっこよかったね。まあ、こんなもんじゃね、今回の改造。よし、じゃあ今日こんなもんで、また次見てみましょう、次回ね。